トラもあんねや。メロバス。こっちが帰るときに乗るやつやね。メロバス。これゴミ箱みたいね。面白いね。あれなんやろね、あの展望台みたいなね。あれ灯台ちゃう？そう、あれ管制官、あの海の管制官。多分な。おお、なんか魚焼く匂いする。うん、ついにイワシの炭焼きが食べられるでしょ。すげえこれ。結構いい値段そうね。観光地値段。なあ、まあこの辺はセールな。じゃあ。こんなイメージない。ちょっと魚当てて。教会があって、なんか 水色とかピンクとか色とりどりのさ、古い建物が並んでる。ケバブはもある。あ、確かに高いな。あ、まあまあ、けど、まあまあ、ケバブはこんなもんか。なんだって首都やからな、それは高いわ。シルアク野菜。うわ。んほんまやね。なおか料理があんねん。貝もある。カニ、エビ、面白そうやね。サルデーニャ、サルデーニャ、これがそうなんじゃん。サルデーニャ、サルディン、サルディン、サルディンね、イワシね、うん、まあそんな高くないな、5フランやったら、5ユーロやったら。ほんまやな、ほぼそんな感じやな。うん、いや、自転車来てんで。ボタード。クマンセンヤ、ポンサレ。エイゴウ。そうやね。これ、この雰囲気はあれやわ。ポルトガルの田舎の雰囲気や。あの、漁村。漁村が結構あんねんけど、ちょっと日差しがさすがにきつなってきたな。13時39分。もう腕真っ黒やしな。さすがにここではちゃんと塗っとるけど。ここじゃあ、これ魚寿司、ちょっと見ていこうか。アベルトオープンで書いてるわ。ちゃうか、バカンスでお休みとか。ああ、普通こういうのって閉めんねんが、まあ、日本っぽい、中ちゃん日本っぽくはしてるな。うまいね。ヨーロッパ人が思う日本やな。うん、じゃあ行こうか。ほら、なんかこっちええ感じやね。うん、南洋杉出てきました、あの向こうの。お、でかあの独特の背高てか、そのさっきのマフィアってどこにあるの？ここさ、あ、これか、マフィア。名前がすごいな。どんな人がピザ屋さんやってんのよ。いや、あ、鹿の肉。ここのサルディン、そこそこしよう。ゴーっていうのがあったよね、さっきの。さっきのあそこがなかなかいいね。おい、何これ、タルフォマキシショップって何これ。まあまあ高い、まあまあ高い、まあまあ高い。さあ、もちろんスイスほど高くないけど、うん、さっきのあの美味しそうなイワシ食べてたところ行こうかな。あのペケーニョね、ペケーニョ、メディア、それからバカリア、
バカリアウ。バカリアウアラガレイロ。メディア。それからオクトパスライス。アローストポルコ。メディア。アローストポルコ。メディア。カラコス。カラコス。タラバッサ。カラコス。カラコイス。No, no, no, no. It's enough. It's enough. Peralta, Peralta Restaurant, Moris Guerrera. It's written there. So it's a restaurant. Coriander is first. Coriander is tasted. Rice is thin. 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 Rice is thin.パプリカとこれはお魚さんじゃがいもとあとこれオリーブオイルがすごいねこれオリーブオイルちょっと硬かったうんこのやしめっちゃうまいあそう、うん、なんだこれ食べ炭火焼きなのあちょあちょまず頭からガブといったけどこれ塩効いとるからねあんま苦味も気にならないし、まあ、苦味もちろんあるけど苦味が好きだから。いや、美味しいか。